肉地獄すぎるデカ盛りラーメン気になりませんか？ブッチャーに行ってみましょうか。このチャンネルでは47都道府県6000杯以上のラーメンを食べ歩いた私が静岡県を中心に全国のラーメン店を紹介していきます。気になっていたけど入ったことのないお店や新店情報が気になるあなた、チャンネル登録をしていただけると励みになります。全国東京ラーメン食べ歩き by 静岡人、ブログもよろしくね。 JR 東海道線東静岡駅より車で7分、県道74号線沿いにあるラーメン店、静岡競輪場の比較的近く。西から行くと SBS 通りを直進してきて、カーブを曲がってすぐ右のあたりです。国道1号線からだと長沼大橋を渡って南下すれば左側になります。交通量は多くて分かりやすい場所。ブッチャーは静岡県内に函南店、沼津店、押鹿店、焼津店の4店舗あります。二郎系のデカ盛りラーメンが売りのお店。押鹿店は寸東郡清水町の麺屋中川と経営が一緒になります。押鹿店のオーナーは昔から知り合いの人で、たまたま訪問日に店舗に来ていて数年ぶりにお話ができました。ちなみに私はブッチャーといえばアブドーラザブッチャーを思い出します。スキンヘッドでよく額から血を流していて、フォークをいつも持っていたような印象。地獄好きが必殺技でした。プロレスラーなんですけどね。来日回数が一番多い外国人レスラー、ジャイアントババの良きライバルでもありました。2019年に引退しています。ブッチャー押鹿店は巨大な黄色い看板が目印。静岡県静岡市駿河区押鹿806-8。訪問日は29日で肉の日、超肉というメニューがありました。がっつり系のお店ですが、訪問日は若いお母さんたちと小さい子供もいたのにはびっくり。主なメニューはラーメン、つけ麺、混ぜそばなど。麺の量が選べたり、細麺に変更か。超肉ラーメン野菜増し。ただでさえ肉の量が多いメニューなのに野菜増しにしてしまいました。麺が見えないのはもちろん、大量のもやしの上に富士山のごとく積まれた豚肉、さらにその上には細かい玉ねぎや生姜、卵黄が乗っていました。横から見るとその迫力に改めて圧倒されました。スープは豚骨ベースで、スープの中に油が完全には溶け込んでいない感じ。二郎インスパイア系ですが、背脂の甘みが加わり、醤油だれの濃さもあり、全体的に甘じょっぱい味。卓上には醤油漬けニンニクが完備されていて、好きなだけ入れられます。たっぷり入れていただきました。生のすりおろしたニンニクよりは刺激が弱いのですが、やっぱりニンニクが加わるとスープにジャンク感が加わり、二郎系ラーメンを食べているという感じがより一層強くなりました。スープは比較的サラッとはしていますが、背脂の存在感が半端なく、豚の力強さを感じます。
極太縮れ麺は加水率低めでゴワゴワしたもの、四角い形状をしています。うどんより太いかもしれません。茹で加減も固めなので顎が疲れる麺ですね。めちゃめちゃ存在感のある麺。並サイズで麺量は 200g、 普通のラーメン店のラーメンの 1.5 倍くらいあります。麺を噛むのにも肉を噛むのにも時間がかかるんですよね。つけ麺の富士山盛りにするとこの麺が 1kg 食べられます。とんでもなく顎が疲れることでしょう。二郎インスパイア系のラーメンにはこういう麺がよく合います。細麺にも変更可能でしたが、細麺で食べたことがある方ぜひ感想を教えてください。大量に乗っている豚バラ肉はフライパンで焼かれたもので甘じょっぱい味付け、これが癖になる美味しさ。振りかけられていた唐辛子がいいアクセントになっています。ご飯がよく合いそうですね。この豚肉と卵黄の組み合わせは最高。美味しくないわけがありません。まだ結構な量が残ってます。二郎系ラーメンにハマる人が多いのはなぜかというのを以前脳科学者の方がテレビで言っていましたが、二郎系ラーメンを完食すると大変なことを成し遂げたという、達成感がすごいとのこと。自律神経の交感神経が興奮することによってアドレナリンが大量に出るのだそう。高い山を登って山頂までたどり着いた時の達成感と同じなのだそう。なるほど、納得しました。そんな科学的根拠があったなんてびっくりですよね。月1回しかない超肉の日、機会があればぜひ行ってみてください。毎週木曜に同じ静岡市内の麺や栗屋で提供されている二郎系ラーメンとの食べ比べは面白いですよ。ラストスパート。バカ豚というメニューも気になったのでまたお邪魔します。静岡市駿河区のブッチャー大鹿店、県道74号線沿いにあるラーメン店。静岡競輪場の比較的近く、ブッチャーは静岡県内に神奈美店、沼津店、大鹿店、焼津店の4店舗あります。二郎系のデカ盛りラーメンが売りのお店。主なメニューはラーメン、つけ麺、混ぜそばなど。訪問日は29日で肉の日、超肉というメニューがありました。富士そば超肉野菜増し、ただでさえ肉の量が多いメニューなのに野菜増しにしてしまいました。大量のもやしの上に富士山のごとく積まれた豚肉。スープは豚骨ベースで背脂の甘みが加わり、醤油だれの濃さもあり、全体的に甘じょっぱい味。極太縮れ麺は加水率低めで四角い形状でゴワゴワしたもの。茹で加減も固めなので咀嚼力が必要な麺ですね。豚バラ肉はフライパンで焼かれたもので甘じょっぱい味付け。
これが癖になります。醤油漬け、ニンニク投入でジャンク感は倍増しました。肉に目がないあなた、ぜひ行ってみてください。